を攻撃、市民の避難を助けてください。敵は幕内に分散しています。レーダーを頼りに敵を発見。武器は3種類まで持ち歩くことができ、ステージ開始時に持っていく武器を選ぶことができます。装備する武器を選んでください。武器は3種類まで持つことができます。持っていく武器はよく考えて選んでください。持っていけるのは3種類ですから、なるべく性質の違う武器を選ぶことがポイントです。武器を選んでください。武器は3つまで装備することができます。フェイルウィング。フェイルウィング隊の装備にはエナジーゲージがついています。飛行すると次第にエナジーゲージが減少、全てを使い切ってしまうとオーバーヒート状態になり緊急冷却が始まります。なんで勝ったんだ、一体どこから出てきやがった。数え切れません。こちら EDS ファイル、敵の戦車部隊が市街地に侵入しました。各隊員は拒否。こちら EDF 本部、敵円盤軍がパニアル部に入った。本員、攻撃を開始せよ。敵円盤軍が市街地上空に出現しました。各隊員は独自に円盤を攻撃、市民の避難を罠です。後ろからも敵が。全隊員につく。ついにこれが最後の戦いである。陸戦兵はライフル、ロケットランチャーなど実弾兵器の扱いに優れています。聞こえていました。なんて感じだ。数が多すぎる。ダメだ。選んでください。ジェノサイド砲だ。ジェノサイドを使う気だぞ。一瞬で街が壊滅か。無理です。死ぬ。糸に巻かれて死ぬんだよ。最初は選べる武器が少ないですが、ゲーム中に拾うことで増えていきます。たくさんの武器がありますから頑張って集めてくださいね。
より高い難易度に挑戦することで強力な武器を手に入れることができます。なるべく性質の違う武器を選ぶことがポイントです。前進！大丈夫か？エアレイド。エアレイドは空爆を要請して広範囲の敵を殲滅することができます。再度空爆を要請する場合は鉱石ポイントが必要です。最新鋭戦闘車両 E551 ガンです。装備可能です。武器を選んでください。要請して広範囲の敵を殲滅することができます。再度空爆を要請する場合は鉱石ポイントが必要です。ダメです。
の誇りを思い出せ。弱気になるな。お前ならできる。大丈夫か？